福山です。ふみです。ワクティビです。今回渋谷でやってきました。高校でやる企画、身の回りの学歴中エピソードを集めようやっていきたいと思います。はい、僕らねちょっと古いですけど、はい、アベマ出ましたと。でアベマのそのメインテーマが、はい、最近学歴中が増えてるみたいなね、はい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 、でそれも分かってみる理由やったりもするんですけど、学歴中が増えてるってのはそもそもほんまなんかと、はいはいはい、で身の回りどんな学歴中がいますかっていうのを聞けば、うん、結構面白いんちゃうかなと思いまして、はい、なるほどね。世の中では一体どんな学歴中がいるのか、はい、それをちょっとね測っていきたいなと思ってます、はい。まあ、実際増えてるのかね、聞いてみましょう、はい。皆さんチャンネル登録高評価、概要欄ツイッターのリストも絶対にします。そういうことを調査スタート。わかって TV。 はい、男の子見つけました。はい、流行ってる大学学部教えてもらってもいいですか？明治大学法学部です。凡人代表。やめろお前は。身の回りの学歴中エピソードを聞こうという企画やってまして、はい、実際どうですか、周りいます？総計落ちが、国立落ちが多いです。ああ、そういう人でじゃあ学歴中になってる、ね。はい、国立落ちの友達がいるんですけど、はい、いい男の子紹介してほしいって言われて。あ、女の子でね。はい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 。仲いい男の子がいるんですけど、肌綺麗です、優しそうだねみたいな。あ、まだ見た目はいいんや。なんですけど、うん、指定校らしいよ、したら、うん、あ、指定校はちょっといいかなあ、いいね。指定校は男として深みがない。やめろお前。ピンチの時指定校はすぐ逃げる。ないです本当に。受験も逃げてきた。関係ないわ。守ってくれない。やめろお前。誘惑弱いんじゃ指定校。やめろお前。そんなない。9月ぐらいに明治も行けるよみたいな、うん、うわーもう早稲田行きだけど明治って飛びついたのが指定校や。浮気するよ。やめろお前。その子は他にも言ってることないんだ。弁護士一緒に目指してて、院に行くじゃないですか、うん、はいはいはい。ロースクールみんなで論出しようって話して、明治でとどまらへんよと。そうです。その子はじゃあ国立落ちって言ってたけど、はい、それ悔しかったんや。どこ落ちない？一橋です。明治大学って一橋落ちから指定校まで幅広やで、ね、うん、やめろお前。はい、男の子見つけました、はい。まず通ってる大学学部教えてもらっていいですか？明治大学。明治。ちょっと待って、あのね、お兄さんね、後ろ向いて。何これ文語辞典のしおり。やめろお前ね。はい、身の前の学歴中いますね。いる。自分の弟は今小学6年生で。小6からの学歴中、うん、はい。自分が去年その若手 TV の動画を上げた時に、はい、うん、その動画を見てたんですよ。はいはいはい。そっから若手 TV しか見てない。おすすめも若手 TV しか出ない。マジ、小5やのにそんな言葉知ってるのみたいなワードとかある？金岡千尋とか。小5で金岡千尋。先生名学属国部とか言って。先生名学属国部言ってんの？大学軍をね。学歴中の英才教育ね。北大大学を決まってお兄ちゃんは超えたいみたいな。慶応 SFC に行きたい。科目絞るのは早いぞ。確かに早いね。英語一教科と小論とかで入れるから。はい、それを言ってました。あ、何言ってたの？それも今小論で入れるから、SFC 行きたい。あ、いやいや、コスパ意識高い。もう他の教科捨てようとしてる。捨てようとしてる。やばいわ。テレビとか見るじゃないですか。気になった芸能人調べて、こいつ日大かよみたいな。これ悪影響や。やばい、ちょっと弊害だよ。ちょっとやばい。一個そのいい点があって、何何何、若手 TV 見始めてから生徒会長に立候補して、生徒会長になったっていう。よかった。意識が上がったんや。意識上がったんですよ。なんで生徒会長出たって言ってた？向上心。向上心、ね、上に行きたいと。学校生活頑張ろうみたいな。めちゃ嬉しい。これは嬉しいけど、生徒会長の挨拶でも言ってない？金岡千尋には皆さん行かないようにしましょう。やめろお前。お母さんとか心配してないですか？心配してますよ。今までそんなサッカー大好きで、サッカー、いいやん、海外サッカーばっかり見てたんですけど、はいはい、今はもう分かってって意味のサメですから。お父さん方申し訳ないです。すいません、僕が謝ります。分かって TV の申し訳ないところ一つもあんねんけど、はい、大した実力もないくせに学歴中と化してしまう、うん、そして実力はないのに学歴に厳しくなってしまう、はいはい、最悪だ。最悪です。小5小6のガキンチョが人の大学見下すな。やめろ。人の大学見下すな。俺みたいに受験戦争勝ったやつだけじゃん。君は頑張って学歴を手に入れたら OK。 OK じゃないんだけどね。早稲田祭でやったアイドルももキュンのイカシカ大の人とたまたま偶然再会、はい、今回なんですけど、身の回りの学歴中エピソードを聞こうという企画をやってまして、はい、高校の時に哲学会っていう授業、はいはい、私のことを好きでいてくれた男の子がいて、はい、でその後一回イカシカの歯学部に入った時に、うん、低いから好きじゃないって言われて。学歴中の蛙化現象。相当聞いても大丈夫。多いの結城ちゃんが好きやったけど、イカシカの歯学部の結城ちゃんは好きじゃないないということで、イカシカの医学科の結城ちゃんは好きやと。学歴って大事やな。いやいやいや。この人は他にも結構学歴中っぽい言動はあったんですか？ですけど、勉強できない人はあんまり好きじゃない。能力劣ってるように見えちゃうよね。やめろお前。ゆうきちゃんはそういうのはないですか？誰でもいいです。あ、誰でもいい。自分が医学部行ったら全部どうでもよくなる。お、自分が医学部行って、どんなファンの人でも応援して OK。 ありがとう。低学歴でも応援して OK。 お
断れ断れやばいやめろお前ファンの大切にしろ定学歴の握手会拒否しろ拒否しろチェキ取るな取るなこいつは勝手に言ってないですけど、はい、ゆうきちゃんは言ってないんで、ねはいはい、だいぶ過激な学歴中みたいなんで、はいモザイクで、はい、インタビュー進めていきたいと思います楽しみですね通ってる大学学部教えてもらってもいいですか東京工業大学の物質理工学院出た身の前の学歴中のエピソードありますか、うん、自分の話なんですけど田舎の高校あるあるで、はい、地元の親王も来るし、うん、地元の超アホも来るみたいな感じで 1,2 年の時は一緒に授業受けるんですけど3年になったらさすがにクラスも分かれて1クラス目がまあ理系文系と、うん、ラスト2つがもう言えないようなまあまあ分かるよ俺の地元もそんな感じ理系クラス一番端で、うん、文系クラスで他に2クラスあるんですけど、はいはい、トイレが先にあるんですよなるほど意味分かんないっていうなんで理系が悪かでいけないんだ一番賢い俺の教室の近くに作れよと同じ空気吸わないといけないっていう文系取るときはまだ吸ってもいいかな同じ空気ね他にクラス取るときは完全に息止めてそういうふうに息止めたら確かにそういう人たちと同じ空気を吸わなくていいなるほど真似しますやめろお前おい、ね、この2人で言ってるわけも、ね、おいおいおいちょっと待っておい俺高卒やもんねおいおいおい俺高卒ちゃうから理系中でした、はい、田舎の高校やったらちょっと分かるかも不良とかヤンキーが多いわけやんか荒れてるでしょ正直やばいこっちは真面目に勉強したいわけやん、はいはい、こっちが一方的に怒ってるみたいに見えるけど多分相当やられてんのよ、うん、あ普段からねそうだから同じ高校で田舎は結構見下しやすい、うん、むしろ勉強頑張ってたら見下されたしお互いもバチバチっすいやそうや、俺も淡路島の田舎でめっちゃバカにされてさあ勉強してたお前勉強なんかしとるの勉強なんかって何ですかやめろお前おい女の子誰組見つけました、はい、通ってる大学学部教えてください千葉大学の工学部お千葉大昭和薬科大学です身の回りに学歴中いますかえ私とか私の友達あだったなんで学歴中やなと思います友達会った人とかに、はいうん、すぐ大学聞いてあら聞いたらもうすぐ偏差値くぐりますもしかして学び帳とかで偏差調べてるあれ高めに出るでアスナビで調べだ真の学歴中ちゃうわやめろお前おい何の指導を調べてるんだよ態度が変わったりするし変わりますよ変わる高学歴にはどうなっちゃういやもうすいません私正しいちょっとやめて風味に似てるからかなり実力のない俺って感じやめろおお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 おとかでプロフィールとかに略したりして CU とか書くじゃないですか、うんうん、CU は中央とかぶるじゃないですか、うん、あーなるほど譲れって言ってる人はいました上に譲れよみたいなだから中央大に誤解されるのも嫌やもんね知らない略称とかあったらもう全部調べて TMDU とかあった東京医科歯科大やねそう、TMD を取ったらフォローしといた方がいい何を教えてるんだよ略称のね、ショートも上げてるんで、あ、そうね、見てもらえると、はい、インスタに書いてある大学が分かるという、はい、女の子側の意見聞きたいんやけど、はいはいはい、なんで高学歴がいいのなんで低学歴が嫌な国立の理系っていうと、うん、一応高い方にまあ高いと思うよあんまり下だと、うん、価値観とかが合わないんじゃないかなって正解何の正解も学歴は人の人生を表すのよ低学歴と高学歴では全く違う人生を歩んでるからあなるほど価値観に大きなズレがありますそれは人によるけど、まあ、育成環境が似てるとかね、はい、そう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 あと今までどれだけなんか勉強に時間使った努力したかっていうその値がね値がね近いだけですけど、はい、ズレてるかは分かる人によるんですけど、はい、お兄さんは低学歴の方がお似合いかもねやめろお前親子を見つけました お兄さん今通ってる大学学部教えてもらっていいですか東京大学の理科に東大お母さんの最終学歴はまあじゃあ風味さんと一緒おい一緒ちゃうわいますねえ、まあ、やっぱ多いっすね東大東大が多いんだ理産の人に年下であっても敬語を使うサークルとか部活とかで、はい後輩やのに、はい、理産には敬語を確かに、うん、ビビるはビビるよな理産、はいね、お前は敬語使うでしょ俺は使うよ、うん、理産ってほんまにヤバいやしかも理産のオーラ放つやん、はい、あ確かに理産やぞプローンみたいな、はい、もう一個気になるのは、はい、やっぱお母さん地元どっちですか東京鳥取県で東大なんて数人でしょ東大とかって言うと惹かれちゃってあ逆にね行きづらいんですよ親戚とかもすごかったんちゃいますあすごいです私より周りの方がみんなに言ってた俺も淡路島で東大受かったっていうのをね、うん、おばあちゃんがおばあちゃんの友達に言ったんや、うん、村中を噂が駆け巡ったからね何も言わず歯医者行ったら、うん、歯医者の人も知ってたもん東大受かったらしいやんおめでとう言うて街ぐるみねお母さんが生きちゃったみたいなあるんちゃいます興味が高温だってよく言われますお母さんは学歴中じゃない学校に入ってます
あ、そっちのパターンの学歴中。鳥取大学部だったら。あ、鳥取大学部。こっちに持ってくれるんで。ありがとう。保護なだけ。やめろお前。こんないい息子いたら近くにいてほしいっすよね。そういうことでね。もうええやろって同じに。はい、九郎浜井さん。すいません。いつもありがとうございます。アンチ多いっすよね浜井さん。アンチやめろお前。お前が言うなよ本当に。いや、でも博多さんはね、結構応援してくださる人多いじゃないですか。あ、はいはい。やっぱ応援してくださると学生にいないんで。いやいや、そんなことないと思いますよ。浜井ファンゼロ人数。やめろお前。ガチャンチマス。やめないと。お前いつか撃たれるぞマジで。浜井さんの周りは学歴中は多い。めっちゃ多いと思います。多い。自分がそうですから。学歴中界のマンハッタンみたいな場所で。やめろお前。高校野球で。高校野球はい。偏差値が高い学校の方を応援する。おえ。眉毛がやっぱり剃ってる高校はダメだなみたいな。僕が嫌いな講師がいて。ほう。あ、B ね、有名な先生よ、ね、はいはい、初めてやった時に確か、うんうん、早稲田の教育学部の出身なんですって言ったら、はいはいはい、学科はって聞かれて、はい、国語国文学科です、はい、下の方おい、ネットではよく B 山と浜井のせいで教育学部の地位が落ちてる年齢も近いし、ね、やめろお前おいはい、というわけでやってきました。身の回りの学歴中エピソード聞こう。僕、過激派学歴中が結構多かった、ね、いや、かなり多かった。前回のエピソード強くてちょっとね、過激やね。ね、ちょっとね、俺らもなんかちょっと責任感じるよね。まあ、俺もね、ちょっと もうちょい学歴尖らしていかなきゃ。いや、そっちかよ、お前ね、はい、責任感じます、ね、あ、B 山はそういうスタンスね、はい、学歴中も盛り上がってるということでですね、はい、もっと学歴中が喜ぶような YouTube でどんどん与えていきたいなと思ってますんで、はい、そうですね、頑張っていきましょう。はい、僕はあの、予報夜を守った学歴中になってほしいなと思ってます。確かに概要欄見てください。そチャンネルと高評価、SNS のフォローも絶対お願いします。じゃあ今日この辺でバイ。